あ、こんばんは。夜分お邪魔いたします。この間の先日の台風でね、はい、相生町のお祭りが、うん、あ延期になっちゃいました。台風14号で。そうです。皆さんは大丈夫だったでしょうか。河野さんはうちもちょっとダメージ受けましたね。事務所もなんか水浸しにならっちゃった。みんなね、被害が、うん、あれえぇ、今日何も言わんで行ってしまったよ、あの男。いやでね、いろんなお祭りが延期だったりとか中止とかになっていて、そうですね、うん、まあ相生町祭りに限って言えば、うん、まあぜひ応援にと。ちなみにその延期になっていつになったんですか。10月10日ですね。お、いやでもなんかいいですね、この提灯が気持ちが上がってくるというか、ちむどんどんしますもんね。ちむどんどん、ちむどんどんしますよ、やっぱり気持ちが。もう佳境ですからね。もう佳境ですから、はい、ね、曲が違うんよ。その一応あるよ、お店も繁盛し的なやつ。まあそうですけど、はい、あんま言わん方がいいんじゃない。いやでもやっぱちむどんどんしますよね。言いすぎやね。夜分。まずは今日、二カ所シールも持ってきてる。あ、そうですか、うんうん、あそこのお店はほら、私行かせていただきましたよ。ちょっと行ってみましょうか。二カ所シールも貼っていただく、まあ、いつものスタイルで私は先に行った方がいいですかね。いやいや、いつものスタイル以外ないでしょう。早く行ってください。ちょっと二カ所のシールがあるんですか、貼ってもらってもいいですか。あ、シールいいですか、はい、ちょ、いいですか、これ。あ、いいです、いいです。じゃあちょっと貼っていただくと。すごいいいところに貼ってもらってありがとうございます。すいません。一番いいところに貼っていただきまして。どういったところに貼ったかちょっと説明だけ。あ、そうですか、はい、入り口のドアがですね、はい、こうなってる。こうなってるんですよ。なのでここに貼ってもらってます。テキラさん行った方がいいですかね。行ったことないとこガンガン滑っていったらいいんじゃないですか。じゃあちょっとお食事所、お茶屋さんとか行ったことないですね、はい、あら、沖縄料理じゃないですか。チームどんどんしますね。こんばんは。もしよかったらちょっとだけお話聞いてもいいですか。お邪魔します。すいません、ちょっとお祭りが延期になったじゃないですか。なのでちょっと相生町をちょっと回ろうということで。大将、沖縄の出身かと思ったら。ここないし。ここないということで。沖縄料理何出されてるんですか。大将、一応一通り、うん、こっちが沖縄のメニュー、まあ、詳しくはチームの方を見ていただいて。見てます。見てます。あ、見てます。結構そこで繋がらん。いやいや、気持ち上がってると思いますよ、大将も。近くが違うんよ。そうですか、大将、うん、今のお気持ちどうですか。ちょっとちむどんどん。すいません。ということで、大分でも沖縄料理が楽しめます。ありがとう、すいません大将、ありがとうございました。どうぞ。はい、ログポルトの資料が貼ってるじゃないですか。おっ、ログポルトごめんねんな。大分で使えるポイントアプリ、私応援団長でございます。今日ちょっと今準備中で、奥行ってみますか。お邪魔しましょう。こんばんは。マスターいらっしゃいます。素敵なお店です。こちらでございます。マスター、普段はどういったお客様が来られるんですか。一人で来られる方が多い。いや、2人が多いですね。女子2人、男子2人、いろいろ、いろんな女子2人も来る。来られますね、はい。ちなみにマスター、二階堂のソーダ割りはあります。あります、はい、我々、二箇所を広めようということで、はい、これをどこかマスター貼っていただくことが可能ですか。わかりました。いいですか。はい。いいですか、そういう感じで。一番目指す。わわわわ。ちなみにマスター、お店のお名前は何と。ワッフランネル。どういう意味なんですか。まあ、ネルですね、生地のウールの。ああ、はい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 。ちょっと温かいと。うん、はい、なんでまたそういったお名前を。いや、昔この店同じ名前で出してたんで。はいはい。え、でその後にじゃあマスターはこちらのマスターになられたと。種類の業種も上がって、最終的には海軍から。いやいや、そのマスターそういう風に取らんでいいと思う。違うんです。いやいや、トム・クルーズと一緒かな。違うんです。すみません。本当に面倒くさいです。面倒くさい。面倒くさい。あ、まあお
美味しいよ。いや名物鶏皮って書いてますね。お客さんいらっしゃいますね。ただやっぱ覗きはしたいですよ。やっぱりシールだけ貼っていただけるということ。ちょっと今お客さん対応中なんで。いいですか。ありがとう。おお一番いいところにペイペイかニカソーかっていうところで。ありがとうございます。すみませんありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございます。よろしくお願いします。また来ます。はいお願いします。ここは。ここは堀八さんです。昔は氷屋さんだったってこと、うん、佐藤氷店って書いてますもんね。え1階で作られてたんですね。氷店できたんじゃないですか。笑ったらその震えるからカメラが。もう一回言って。いやもう一回言ってみて。まさかあれは氷できてるんじゃないかって僕はちょっと今疑問したんです。なんだっけ、みんなないってなってるよ。やぶんきました。これなんて読むんですか。福和内。福和内。私ちょっとじゃあ行ってまいりますね。折り方面白い。こんなにでかいな。すごい。もうご存知柴田恭兵さんの折り方。わかんない。全然わかんない。危ないデカの時の柴田恭兵さんも折り方できたのに。いやすみません、チェックしてなかったっす。そうですか、OK です。ありがとうございます。、はい、じゃあ上がっていただいて。すみません、お邪魔します。大将すみません、じゃあどこか大将いいところに貼ってもらっていいですか。いいですよ、目指したらどこでも貼ってください。じゃあここで。ありがとうございます。大将すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。せっかくなのでちょっと一言 PR をどうぞ。あどうぞ。元気でやっております。元気で営業しております。いいいです、ね、よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。一番のおすすめの料理はてっちゃん焼けですね。てっちゃん焼け、はい、よかったら食べに来てください。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。あ、焼き鳥文豪おいしい。おいしいです。あ、でもそうやって考えるとやっぱ行ったことがないお店が多いな。お客さんいらっしゃいます。ちょっとだけ、まあちょっとお伺いだけ。お邪魔します。 OK、 いただきました、はい、いい雰囲気の大将がお店を。すいません、このな一番張りやすいところに。張りやすい。ちょっとじゃあ常連さんに貼ってもらいましょうか。東京初めて来た。初めて来たんですか今日。本当ですか。あら、大分の方なんですか。え、大分の方ですか。あ、いや、ちょっと観光で。あ、観光で。どちらから。いや、中島です。中島、すぐ近く。すぐ近くじゃないですか。奥のお姉さんは、お姉さんは常連さんですね。もうキープボトルもあるし。いや お客さん、あ、奥、あららら。あ、こんばんは。大分の方ですか。全然。え、違う。全然大分。あ、全然大分。じゃあ、ちょっともう、貼ってもらいましょうか。ちょっと、お座敷に。まあ、ここに貼っていい。あーうわすごいところにあってた。ありがとうございます。大将にちょっとあの相生町お祭りの時もお世話になりましたもんね。うん、こんばんは、大野隆でございますけども、はい、ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。大将、じゃあせっかくなんで相生町に来てくださいって一言 PR。 相生町楽しいよ。おいでおいで。ありがとうございます。おちょっと、ちょうど何ですか、この自転車に乗ってくるっていうのはそのトレンドなんですか、もしかして。来てるなぁ、やっぱもう愛がすごいなぁ、佐野さん。たまたま持ってて持ってるなぁ。台風でちょっとお祭りが延期になりまして10月の10日、スポーツの日ということで、はいはい、よろしくお願いします。全国の皆さん、全国です。いやいや、もう全国です。よろしくお願いします。やっぱもう佐野さんクラスになるとやっぱもう体育の日って言わないんですね。あの、いろいろ辞書調べてます。辞書に載ってるから。じゃあちょっと、あ、いいですか、貼っていただいていいですか、自転車に。あー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 、もうデザインの一部。あ、ありがとうございます。素敵な親父にもじゃあこちら貼っていただいて。いいですか、はい、いただきます。ありがとうございます。すいません、お邪魔。急になんかたまったまです。本当です、もう今。まあ、あんまり言うと本当にもう予定調和で来たみたいになりますからね。そうですね。ありがとうございます。すいません、佐野さん、ありがとうございました。ということでね、愛用一応回ってまいりました。絶対終わると思ったもん。行きましょうか。こんばんは。ママがいらっしゃいますんで。じゃあ中へ。なんて、二階堂
二階堂のソーダ割り。ソーダ割りをどうしたの？ソーダ割りのシールをね、貼ってもらおうと思う。どこに？どこでもいいんです。どこにしよう？いや、それ見て、あなたがいいとこ。いいんですか？ママ、入り口でもいい？どこでもいいよ。どこでもいい。ちょっとじゃあママ貼ってもらおうか。いや、あなたが貼ってよ。若い人は。そう。でもここにしよう。いいよ、そういうとこ。1枚しかないの？いや、もう1枚あるよ。すげえ貼るんすか？中にもじゃあ貼ってもらおう。じゃあもうママがここまで言ってくれるから。見るかわからない。そうね、じゃあもうちょっと。もうすいません、なんかママ。じゃあママのお名前の上に貼ってもいい？どこに？和子さんの上に。いいけど。どこがいい？黒板に貼る？黒板はダメ。黒板はもう今日のほらおすすめがね。書いたりね、切らしたりするし、ほら仕事は金じゃない、うん、一路の横丁辺は。あそこいい？ここかな？反対。ここ。じゃね。じゃあもうママ黒板でいいね。黒板ダメ。黒板は絶対ダメだから。怒られる。その日のメニューがここに入るんだから。そうや。これ下の面に合わせるから。いい？なんかずれてない？ママちゃんと見てよ。いいよ、大丈夫。いい？じゃあちょっと斜めに貼るよ。ダメやもん、ダメやわ。ママのツッコミがもうちょっと。斜めに貼ったらね。あ、ダメって。ピシッとこの、あ、そうそうそう。スラに合わせて、下のね、来てるね。いいね。ピシャッとね。ぴったり。ぴったり。で、これもちょっと。ほら、見えるやろ、みんな。見える。で、これもピシャッとして。あ、そう。いい、うん、来てるね。それが歪んでね、少し。どれどれ？その仕事はが。あ、仕事はどっち？チート。チート？1ミリぐらい。1ミリぐらいちょっと歪んでるかもしれんね。こっちかな。お尻をね、ちょっと左に、うん、左にお尻を、うん、じゃあママ今のでもうまた来週っていうふうに言っていただいて、じゃあ後ろ向いて、また来週。え、また来週っていうふうに。また来週、うん、何が？後ろに向かってちょっとまた来週。また来週。何また来週。ありがとうございます。いやー、元気でよかったね。なんか相生町やっぱ一歩お店に入れば、うん、情熱と、なんだろう、こうお客様を楽しませようという、そういうやっぱこう気持ちが伝わってきますしね。嬉しかったな。いい街だな、相生町。急に CM カットみたいなの入る。どういうこと？10月の10日が相生町秋祭りということでございますので、もう涼しくなってまいりましたから、お祭りはもう絶好の多分タイミングではないでしょうか。はい、ではまた、私はまたこの後いろんなお店に久々いっぱい舌を湿らせて、ごまさん行けばいいじゃないですか。ごまさんはもう今だいぶエネルギーを使いましたんで、もうちょっとね、はい、ありがとうございます。